でます2023年5月5日、4キロジョギング後です。今週3回のランニングです。3日連続ランニングになりますがね、あのー、あんまり毎日継続できるものはない,のないと思うので、週3回ランということをね、あれしておきます。で、今日はね、32分45秒、4 0 0キロ8 1 1キロ心拍ゾーンのね、あのー、 心拍ゾーン3になることを意識して走ったんですが今日はねスクショ撮るの忘れたなで東京 JWEB 東京マッドスピンを聴きながら EXILE ダ大さんとね、あのー、ユニット組んでるディジタだるまさんとの、ね、コンビでね走、まあ、ってる時はほぼ音楽の DJ ミックスでしたねで心拍機能のレベルの低下が出てきましたあのね今日ね久しぶりにねあのー マスクしないで走ったんですがもう何年ぶりからマスクしないで走ったんですがねあのー、それがあのきょう夜ところがかったんでなんかどっか休む休む距離でもないのでと思ったんですが、あのー、で朝,朝4時台だったのもあるんですが心肺機能レベルの低下、あのー、最大性水量結構高くなるかなと思って楽しみにしてたらね29.9とねすごい低くなってあのー アプローチに通知が来ましたあの運動不足っていうか、ね、ですねうんとあので心拍ゾーンでいきますそれカロリーはねカロリーは2 7 1キロカロリーでしたんん 平 139bpm、上下坂 4m、F 段とって今までと違う道をね、川沿いの道を走ったのと、149bpm、と、なんだ、心拍ゾーンだ、心拍ゾーンがね、範囲3が16分24秒、範囲4が11分17秒、範囲4の、ね、割合が少し高いのが明らかですがね、 範囲二が二点六十九秒、範囲一が一分十九秒です。三十二分四十秒のうち、範囲二でね。あの二、ー、十分だから、あのー、範囲三までで二十分だから、あのー、まあ、三分の二ぐらいをそれで締めたんだから、まあ、いいかなっていう話ですね。では。 ありがとうございました